橋本徹、ふざけるなと。これね、橋本徹さん、改革だ改革だ、身を切る改革だ。はぁ、橋本徹さん、講演料を公金からむちゃくちゃ受け取ってます。平成28年、29年、30年、3年間の資料です。日本維新の会絡みの人たちから、高額の講演料、1回200万円とか、そういう講演をさせてるんですよね。誰の金なんですか、これ。合計で、3456万円、3年間で3000万、1年間で1000万、これ、ほとんどが公金ですよね。まあ、寄付もあるかもしれないけども、維新の、お金の原資はこの間公開されてたけど、ほとんど公金です。だから我々のこの人たちの言う税金というものが、橋本徹が維新の中でやった講演に消えてると。